はい、皆さんこんにちは。全盲の講演家、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は日曜日、高校生応援プロジェクトの時間です。今日はね、なんて言うんだろうな、幸せになるためのコツっていうかな。そういうお話をしたいと思います。幸せになるためのコツがあるなら聞きたいよって思ってる人多いと思うんだけど、あのね、これね、高校生に話すことというよりは、もう大人も含めての話なんだけどね。ひらがなでいこうかな。これは感じていきたいけど書けるかな。違うかもしれない。ここでもひらがなでいこうかな。漢字が違うかもしれないし、ぐちゃぐちゃで読めないかもしれないけど、良いものの追い求めすぎにご注意って書いたつもり、ね、これみんなもだけど、みんなのお父さんお母さんだったり、みんなの先生だったり、いろいろさ、良いもの、良いこと、良い進路、良い学校ね、いろいろこうアドバイスを受けると思うね。で、良いものを追い求めることは基本的にはいいよ。基本的にはいいこと。だけど、良いものの追い求めすぎるとね、現状は良くないってことになってしまうのよ。裏返しというかな。例えばね、縁起がいいものってあるでしょ。まあ、例えばおみくじとかさ、まあ、ぐらいの程度だったらいいんだけどさ、まあ、招き猫とかお守りとかさ、まあ、お札とかもそうだしさ、みんなが知ってるかどうかわからないけど、まあ、パワーストーンとかさ、ね、そういうのがすごい大好きな人っているわけ、ね、で基本的にはいいんだよ、ね、これ持ってるとすごくいいんだって思って、それ持って幸せな気持ちになることはすごくいいことだけど、そのなんていうのかな、ちょっと言っちゃ悪いけど、幸せオタクみたいに見える人がいるわけ、ね、それいろんなそういうものをこう集めすぎてるような人とかを見てると、これ絶対すごくいいらしい、これ持ってるといいらしい、これ持ってるといいらしいって言ってる人が幸せに見えたことないんだよ。幸せそうに見えたことないな。それって多分、幸せになるために幸せになるために幸せになるためにってずっと意識してるから、ってことは今あんまり幸せじゃないってことじゃん、ねね、これすごく健康にいいんだよねっていうさ、ものを、まあ、例えばサプリメントオタクみたいなのがさ、ね、もちろん私だってそういうもの嫌いじゃないよ、嫌いじゃないけど、これ食べると健康にいいね、このサプリメント飲むと健康にいいの、この健康グッズすごく健康にいいのってことは、今あんまり健康じゃないのってことになっちゃうじゃん。私はある程度ね、そういうものを度外視しても、それよりも今私って幸せだなとか、いやいろいろね、多少痛いところとかもあるけど、でもこうやって歩けてるし、いや健康だなって実感できている人の方がはるかに幸せだと思うわけ。だからみんなもさ、例えばさ、自分が進みたかった学校とかにさ受からなかったとかさ、そういうことがあったとしてもね、いいじゃん。例えば第二志望、第三志望の学校に受かってたら、そこに行けただけでもいいじゃん。で、浪人でもね、
浪人ができて毎回チャレンジできるチャンスがあるんだからいいじゃん、ね、だから良いもの良いこと、ね、それの追い求めすぎには注意してください。今みんなは私も含めて十分幸せです。チャンネル登録もよろしく。あなちゃんでした。